最高のご報酬をゲット。楽なんだし、のんびり行こうよ。バルキューレ警察学校のキリノです。皆さん手を上に上げて本官の指示に従ってください。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。セリカよ。修行部のマスコットババッと登場。お待たせ先生。で、今日は何しよっか。夢かと思った。ベリタスの副部長、加賀見千尋。もしうちの子たちが問題を起こしたらすぐに私に知らせて。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。怪我をされた方はいらっしゃいますか。ご主人様と一緒に。
格好だよ。え？コスプレ？違ってば。れっきとしたアルバイト。ごきげんよう。あ、私を呼んだのは先生か。チェリーの会長からの指示書は持っているな。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。嬉しい。なんだかんだで来てしまいました。これからも辛いですよね。苦しいんですよね。ですがそれが人生のようですし、仕方ないですね。日和です。よろしくお願いいたします。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。
ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。嬉しい、先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。協力するつもりはないんだけど。ん？食べ物くれるの？どんなの？どんなやつ？条件はクリアされました。お、先生せっかくなんだしのんびり行こうよ。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。ふぅ、